神への挑戦状ね、確かにね、 YouTube、Google、 ここに、挑んでいる姿なのかもしれませんね、私たちはね、滝槍でいやでもね、滝槍でも挑んでいれば勝機はあるわけですよ。特に自分の身を守る、立てるぐらいはできるんじゃないかなと思います。これ特にね、私たちだけができるわけじゃなくて、誰でもできるんだろうなと思います。その理由はやっぱりね、一番大きいのは経費がかからないってことなんですよ。この経費のかからないビジネス、しかも情報っていうのは今最もね、価値を高めているものです。どんなにつまらないと思った情報でも、その情報によってね、何かを感じる人がいる限りは、その情報は無駄ではないってことなんですよね。もちろん1万人10万人に有益な情報かというと、そんなことはないんですが、1人2人5人10人には有益であればもう十分なんですよね。面白い話をしたところで、多くの方はもしかしたら笑ってくれないかもしれません。でも1人でも2人でも笑ってくだされば、それは人を幸せにする瞬間を持てたという高い価値なんだろうなと思います。でそもそもですね、この地上に75億人もの人がいると言われている中で、私たちがどんなに頑張っても、日本語でやってる限りは1億人ぐらいしか楽しませることができないとしたら、結局どんな有名人も人類の一部にしか貢献できていないということなんですよね。でそれがいけないことではないです。やっぱりね、誰か一部の人に貢献できれば、それをみんながやればね、結局世の中ぐるぐるっと円満に回っていくんじゃないかなと思うんですよ。まあ、つまり目の前の人をきちんと大切にすることを誰かがね、怠らなければ、そして隣の人としっかりと手をつなぐことをみんながやれば、世界中は握手でぐるっと一回りするんじゃないかなと思うんですよね。まあ、だからね、そんなにね、世界にヒノキ舞台に立たなくても、自分だけのゴールに向かっていけばいいんじゃないかなというふうにまとまるわけなんですよ。で私はね、そんなにね、有名人になってるわけでもないですし、希代の億万長者になってるわけでもありませんけども、まあ、家族を守る収入源っていうのは、もうしっかりと確保できたかなと思いますし、それを細かくメンテナンスするための情報発信であったり、情報受信であったりとかね、してると思いますし、まあ、これはこれからもね、変わらないかなと。吉谷さんとはちょっと立ち位置が違うかもしれませんけども、私はいろいろやった結果、結局自分のうちにあるものっていうのは、大切にしたい人数名なんだろうなと思うんですよ。でその数名を大切にするために、瞬間的に方便として何人かの大切にしなければならない方がいらっしゃったり、中には大切にしたくないけども問題を起こさないようにうまくかわさなければならない、その他大勢の人がいたり、そしてさらに一番多いのは、全く関係を持たない人が一番多いということ、こういうふうな感じになってるのかなと思います。まあこう言うとね、ちょっと冷たいように聞こえますけども、でもね、ほとんどの人っていうか、人類の全ての人が、人類全ての人に関わってないんですよね。関わってるようであって、それこそどんなに影響力がある人も1万人と同時に付き合ってる人はいないんですよね。だから私は余計思うんですけども、まあ例えば YouTube に関しては、まあ一人しっかりと付き合う人がいればもう十分かなと思いますしね。まあ吉谷さんっていう存在が見つかったのは私にとってはすごくラッキーなことでもありますし、 Google や YouTube が結びつけてくれたところもあるし、よかったなと思いますね。だからこそ私は思うんですけども、どうせインターネットの世界にいるなら、 YouTube の世界にいるなら、そういうふうなね、仲間のようなライバルのような、ちょっとわけのわかんない関係の人を一人は持ってほしいなと。そして何をするときでもその人に問いかけてもらいたいし、その人に問いかけられるような存在であれば、もうこれはもうあれじゃないですかね、勝ち組と言えるんじゃないですかね。まあ勝ち組負け組とあえて分ければですよ。まあ私としてはそういう考え方ですね。一人にリーチできればいいかなと。本当にね、毎日吉谷拓郎ですね、私もね。何なんでしょうね、まあ家族と同じかそれ以上ぐらいの関係ですね、これはね奇妙ですよね。まあでも本当こうポン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 動画のやり取りができて、私もおかげさまでこういう暮らしが手に入ったというね、不思議な感覚でございます。はい、いやーすごいですね。相思相愛でいきましょうか